ございます。今日の買い物自慢。散財小説は、犯罪じゃないんですよ。僕はちゃんと有罪ですよ。有罪？意味のある使い方をしてます。はい。散らしてません。はい。まあ、なんならドリキンも別にお金使ってないことも結構あるからね。散財させる小説ですから、あれは。はい、僕が今回買ったのは、なんとですね、じゃん、今更、インサ360、X3 です。X3 は何がすごいかというと、画面がでかい。画面でかいですね。はい。画面がでかいです。で、ただ、これ出たの去年なんで、なんで今更これを買ったんですかっていう感じじゃないですか。ただ、ご存知のように、僕の Vlog って、360度動画めちゃめちゃ使うんですね。360度動画しか出てこないぐらいの。360度動画しか加担的な感じで、まあ、ちょうど、まあ、1年は経ってないかな。でもかなりま、1年ぐらい前に、ドリキンと、なんかお前、ちょっとなんか、一回腰を落ち着けて一つのカメラを追求したらどうだみたいな、サブライカ対決っていうね。これが、まあ、要は僕は毎日ブログ、じゃあ Vlog を更新するようになったきっかけなんですけど、もう1年使って、あちこちこう行ったりしてですね、転んだり転ばしたりしたんで、まあまあちょっと表面が傷ついたりしてるんですよ。で、これ同じやつもう一個買おうかなって思ったんですけど、まあ高いんですよね、これ。5、6万だったらもう一個買うんですけど、10万円ぐらいすると。で、そうするとね、まあこれとこれで見てわかるように、レンズの大きさ全然違うんで、やっぱこっちの方が、こっちのライカの方が絶対に性能はいいんですよ。いいんだけど、まあ、でかいじゃないですか。で、持ち歩きづらいんで、こう、ちょっとちっちゃいの買ってみたって感じですね。で、こう、これでですね、僕なんか実は、その前に使ってた、これもあるんですよ。GoPro Max ですね。GoPro Max が全然後継機が出ないから、まあ、こっちインスタにこう浮気したっていうか、インスタに旅立っていったっていうかですね。この3つのカメラを使ってたんですけど、結局 GoPro はね、いいんだけど、まあ、画質もちょっといまいちだし、これに比べるとね、いまいちだし、何し編集がしづらい。で、それからインスタ360はやっぱみんな言いますけどね、編集がすごいしやすい。で、まあなんなら、これ今撮ってるこのカメラ、これインスタ360リンクですから、どんだけインスタ360だと。回し物かっていうぐらい、ちょっとインスタ360付いてるわけですよ。この1年。で、結局このインスタ360リンクを、最初はやっぱドル、出たばっかの時にボロマンに自慢されて、ボロマンすぐ飽きるからくれよって言ったんだけど、全然くれなくて、買い取れてたんですよ。買い取れてたけど、なんか、いや、ちょっとやっぱこれ、なんか飽きたけど使ってるわ、みたいな謎のこと言って、で、ドリキンとこの間、怒りの AI ドリフト、生放送みたいな、やって、その時に、まあ、やっぱこの、見てください、この、こうやってね、無駄にこう、ズームする？こうの方がいいのかな？おぉ、みたいな機能とかも、まあ、便利なんですよ。ちょっとドアップになっちゃったんで。そう、こうするとね、戻るみたいな。まあ、便利なんですよ、結局。で、本当は、ホワイトボードとかがシュッてあれば、この辺にあるホワイトボードにシュッてこう、やるんですけど、うちちゃん見てわかるように、まあ、そんな広くないですが、めちゃくちゃ狭いので、ホワイトボードとか、あ、実はホワイトボード真後ろにあるんですけどね。なんつうの、その、インスタ360リンクの、デモみたいな感じで、こう、横にこう、素敵なホワイトボードがあって、そこにこう、ちょっと見てくださいみたいなのできないんだけど、ここに置いてもいいのかな。でも、なんか狭、さらに狭くなっちゃうもんね、ホワイトボードここ置いたら。まあなんで、ちょっと、そこだけはちょっと残念なんだけど、でもホワイトボード置きたくなるな、確かに。この 4U とこの上のやつが、なんとかなってりゃ、なんとかなりそうな気もしないでもないという。まあ、この物多すぎ問題ですね。はい。いや、でもね、これね、やっぱね、優秀って当たり前なんだけど、これ一体型っていうとこがポイントで、一体型だから、途中でバラしたりしなくていいっていうのと、まだわかんないんだけど、
こっちは、でかいからかわかんないけど、熱暴走しやすい気がするんですよね。まあ、一年経ったからなのかわかんないけど、やっぱその、これってここにか、風を取り入れるこう穴があって、で、これで、なんかそう、動いてるとこれで冷却すると。だから、ウーバーイーツとかやりながら取るにはこれが良かったと。でも、こっちはそんなのないんで、普通に、できると。で、これバーベキューの動画は実はこれ撮ったんですね。で別にこれで全然いいじゃんと。普段出かけて持ち歩くだけだったら、これで全然いいじゃんっていうふうに思ってます。で、これは7万ぐらいかな。うん。いや、でもいい買い物でした、これ。全然。で、やっぱね、Vlog を毎日続けるコツって結局のところ、ずっと持ち歩けることだと思うんですよ。だから iPhone で撮るのも全然正しいんだけど、iPhone ってどうしても構えなきゃいけないじゃないですか。構えるのが、ちょっとしんどいっすよね。なんかそう、どこでも、彼でもこう、いつでもどこでもこう、iPhone でこう撮ってていいみたいな。まあ、ガジェタッチみたいな方式もあるんですけど、ガジェタッチ逆にあれ手持ちの iPhone でよくあそこで撮れるんだってぐらい撮ってると思うんだけど、あれぐらいですよね。なんか、そんなことできんのって。で、もしくは iPhone 用のなんかその、撮影リグみたいな、やつをつけるんだったら、なんか、それはそれでありなのかもしれないけど、なんか、まだ iPhone 14 Pro Max 用のリグって、そろそろ出てんのかな、ウランジとかから。それあったら買いたいですけどね。まあでもまだちょっと多分、僕知る限り、ちょっと後で調べてみますけど。だからやっぱね、続けるためには、実はこう300ルール取れてすごく大事で、やっぱなんか起きた時に、パッてこう向けるんじゃなくて、ここに置いてあれば、あ、撮ってるもんね、って。後でこう、編集すればいいもんね、と。ただ、欠点は、後で編集すればいいもんね、って思って、編集するときに、めんどくさくて適当に編集すると、漢字のところは取れてないで、もう一回やんなきゃいけないっていう、時がたまにあると。まあ、それちょっと、注意が必要ですけど。でも、そんなもん。でも、これいいですよ、これ。で、しかも何が、もう一個気に入ってんのは、こっちは、レンズでかすぎて、レンズにカバーつけられない。だから、直接ダメージ受けちゃうんですよね。でも、こっちは実はこれ今、カバーつけてるんですよ。レンズに。で、要はなんか汚れてきたらこのカバー取り替えれば OK ってわけ。それ超気楽ですよね。やっぱ、そこ結構でかいと思います。このカバー取り替えれば OK っていう気楽さ。まあ、というわけで、なんか、Insta360X3。僕ぐらい時間かけて買うものの方が、新製品パッて買ってパッてレビューするやつよりも信用できるんじゃないかなと、勝手に思ってます。はい。というわけで、今日はこの辺で、ドリキンポーズ。